敵本体が飛行機に乗っているのなら時速400キロ以上だ。過去観測された最大のハリケーンでも時速280キロ。飛行機を追跡できる気象現象はない。逃げ切られた。あと一発、一発銃弾を受けたらストーリーが完結する。まずい。貴様、その銃に近づいてみろ。触れたら貴様を殺す。通りだ。私はあんたの代わりに幸せに生きるよ、うん、専門家によるとこのファンタジーヒーロー事件で最も打撃のあるのはアメリカ。ご用は何ですか、アラジン様。私はあなたの忠実な召使い。願いを何なりと叶え。うるせえぞこのガキ。なんだこの本は。見せてみるわ。また何かやるのか。いや、これでいい。よくやってくれた。お前才能あるぞ。なんだそいつは。噂、このゴッホに今ヒーローを作って書いてもらった。ストーリーも作った。このヒーローには能力がある。全てのファンタジーヒーローを元に戻す能力。そしてこのヒーローの能力も現実のものとなって完結する。戻るぞ。ストーリー通りだ。アラセイ、お前も俺も無傷の肉体のところへ。今入った報告ですが、突然全ては元に戻りました。絵本も絵画も漫画も映画も元に戻りました。モナリザも白雪姫もバットマンもトゥイーティーも帰ってきました。なお、なぜかピノキオだけが復活してこないとの情報が。寝ちゃってんの？この本退屈？希望がいっぱい詰まってるお話なのに。